皆さんおはようございますえっ、ー、とね、まあ、台風も過ぎて、えー、だいぶ天気良くなってねあれなんですけどあの,ー、久,しぶりあの久しぶりにねあの外で撮ろうかと思ったけどまだ風強くてね、えーまあ、また今日もですね相変わらずこの自宅のですね書斎でお話をしたいと思ってますであのー、今回ね、えー、と皆さんからいろいろね、あのー、ご質問があってですねそれにお答えするコーナーということでですね えー、させていただいてるわけですけども、まあ、今日はね、あのー、なんとの、えー、このコロナのね、えー、が、まあ、終わらないんだね。えー、終わらないまんま、じゃあこれからどうなんですかっていうですね、えー、お話をおさせてもらいたいんですけど、一つはね、えー、っと、これね、えー、日本もそろそろですね、失業とか、リストランの時代になるよねっていうこと。で、これね、あのー、もう前から言われてることだけども、 要するにさ、あのー、もう、このコロナがね、えー、始まって、えー、仕事の仕方がさ、だいぶ変わってきてるよね。で、か変わってきてるところと変わってきてないところって2つあって、で、変われないところもあるよね。で、変われないところっていうのは、逆に言うと残るんですよ。ね、で、あとは、変わらなきゃいけないところっていうところはですね、変わってなければ生き残れないってこと。簡単だよね。で、じゃあ、 あねその、変わって、ええー、残る、う、仕事っていうものが、どういう仕事が残るのかっていうことも一つ検討していかないといけないってこと。で、例えば、ああですね、まあ今、あの、いろんな形でですね、まあ金融機関の人なんかとも話はしてるんだけども、まあ銀行ってさ、まず一つね、ええー、相当縮小するよねっていうこと。で、今ね、大手の、ね、その、銀行が、 いろんな形でですね、えー、変化すると。で、週休ね、えー、2日じゃなくて、3日、4日制みたいな。<laughs> って言うと、1週間に半分、えー、もう働かないっていうね、働き方改革みたいなのが始まっちゃってるけど、それどういう意味かというと、ね、えー、そうでもしないと生き残れないってことなんだよ。で、さらに逆に言うと、働く時間を、労働時間を減らすことによって、給料を下げるわけだよね。 で、例えばさ、働きたく、働き方改革というね、えー、名のもとにさ、いろんな企業がいろんなことをやったよね。でもさ、国民所得下がっちゃってるわけですよ。で、さらに、えー、非正規雇用の人たちが、あどんどんね、その踊らされてさ、非正規雇用になったよね。で、この人たちは、じゃあ、うん、副業も自由ですよ。当たり前だよな。非正規雇用なんだからさ。で、で、正社員に対してもまた、ね、その、うん、いわゆる <laughs>、 あのー、ね、えー、副業をしていいですよって話だよね。それ何かあったら、裏を返せば、給料をもうこれ以上払えないって話なんだよ。だから、逆に言うとね、副業でもしてくださいという形にするじゃん。で、それさ、あのー、旗から見るといい感じになるかもしれないけど、例えばそこでね、それ乗っかって、残業しません、副業の方にしています。で、その副業がね、 独立できるくらいの話だったらわかるけれども、そうじゃなければさ、逆に言うと、もう、うん、あなたの将来保障しませんよって話なんだよ。要はね。だから、そういうような企業の文化ってものがあ、日本全国にどん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 広まってくるわけじゃん。で、これね、そうすると、さらに二極化が進むってこと。ね、要するに所得の、ね、の、取れる人と、所得が下がる人。二極化。ね、だから、うん、逆に言うと、 うんねこれから先、まあ、日本のね、ええー、ほら、日本国民全中流家庭みたいなことね、言われた時代、まあ、今の方は知ら、聞いてないかもしれないけども、昔そう言われたんですよ。もう、日本人はおしなべて、中流家庭だという話だったわけ。だから、あ当然ね、えー、そのまんま、中流のままね、えー、生活ができて、で、まあ、定年退職を迎えて、 退職金をもらって、年金をもらって、で、なんとなくさ、安泰な暮らしができるみたいな、えー、時代があったわけ。今そうじゃないじゃんさ。<laughs> これはね、そう言っちゃったんだけど、ね、今回のさ、国家予算ね、えー、160兆円オーバーの予算で、で、さらにだよ、GoTo キャンペーンだとかいろんな形でですね、えー、お金ばらまくわけじゃん。でさ、 みんなね、それ、こう、ね、政府がそれをやって当たり前だ。ね、そうしないとダメだ、いう話なんだけども、そうすることによって、じゃあ、どういうことが起きるかっていうと、将来のお金を前倒しで使っちゃってるってことですよ。つまり、返せないお金を、さらに借金をしてい、返ね、返せないお金を増やしてるってだけ。ね、で、だから、そうすると、おこれね、うん、さらに、そのさ、 あ日本の国のね、財政ってものが悪化するわけでしょ。で、悪化するとどうなるのね、当然だけども、まあ、金融機関に勤めてる方はねはあの、よくわかるかと思うんだけども、IMF がさ、日本に乗り込んできたらやばいよねってこと。うん、つまり、あのー、ね、日本国民をさ、すまあ未だ、今でもね、結構コントロールされてるとこあるんだけども、逆に言うとさ、これ IMF が入って、 で、日本のね、財政立て直しますってことになると、これね、今の税制じゃ無理ですよって話になっちゃうわけ。ね。で、それで、えー、じゃそれに従うとなると、じゃ消費税をさらにまた上げるってことになるよね。で、えー、いうことになると、日本国民、ね、す、押しなめて中流過程だったのが、日本国民のほぼ、ほぼほぼの人たちは、奴隷制度みたいになっちゃうね。えー、っていうことが、 あ僕はね、怒りうんじゃないかなと思ってるわけ。で、さらにね、あのー、僕はね、えー、っと、この現状ね、今さ、中国で起きてることね、えー、見るとさ、もう完全に 5G をめぐるさ、ファーウェイの締め出しが入ってきて、で、もう、おね、欧州とかインドもファーウェイから離脱してるよね。で、さらに一帯一路政策でさ、もう、あのー、反発を招いちゃってるわけじゃん。 でさ、あのー、過去においては、この一帯一路のね、制度が、要するに、えー、こう、グローバリズムをね、要するに、えー、広げていく、ね、あのー、素晴らしい発想だっていう動きだったわけじゃん。ところがネタバレしちゃってってさ、あのー、実はそのね、あのー、一帯一路っていうのは、あの、えっ、ー、とー、まあ、陸路をつないでね、こう、まあ、今のシルクロードみたいなさ、計画でね、 えー、中国に対するそのおやり取りをさまあいろんな形でそのお固めていくみたいなさでそうするとね経済圏がもっと広がるよねっていい発想だったわけでところがさこの一帯一路がさらにねそのうん陸,陸だけじゃなくて湾岸部までさどんどんその開発していったんだけどその開発していた金はさ要するに中国が投資してたんじゃないんだよ貸し付けた金じゃん。 で、その貸した金を、要するに、えー、今度は、あ逆にね、その、ね、その、返せなければ、ね、ほぼほぼ100年は、ね、中国がね、そこの港を使える権利を取ってしまうっていう。逆に言うと、略奪の世界だったっていうことが、ようやく気がついちゃったわけじゃん。だから、今までこうね、あ、えね、いい人だな、思ってたのが、略奪の世界、ね、なっちゃうわけじゃん。 僕の絵本でポーチとピースとあるんだけどさ、そのピースはね、そんな悪者じゃないんだけどさ、<laughs> でそういうなんか悪質なさ、やり方をね、彼はしちゃったわけだよね。え、彼、彼とか彼らはしちゃったわけじゃん。だからあ、今どんどん締め出しになってるってこと。で、ね、あのー、さらにこの洪水さ、7000万人ですよ、今回の洪水の被害。ね、えー、日本ではあんまり報告、そんなのなるかな。これだけの規模なものだったら、ニュースバンバンやるじゃん。やらないよね。 で、えー、そう考えてくると、これちょっとさ、あのー、危険水域だよねってこと。で、さらに言わしてもらうと、この韓国ね、の状態を見ると、もう、ソース感だよね。これちょっとね、うん、まあ、資料をお見せできないんだけども、まあ、韓国さ、これ、外国の企業173社、ね、えー、韓国から次々逃げ出すわけじゃん。で、どんどん撤退ですよ。どんどん。<laughs> どんどん撤退。 で、ね、えー、ってなるとお、例えばさ、これね、えー、まあ、イランと韓国の間での、まあ、以前にもこのあね、動画でお話したけども、要するに物々交換でさ、ね、原油と、その、韓国で作るね、ものとで、その、まあ、交易をね、してたわけだよね。ところがさ、この、おまあ、うん、いろんな事情で、この原油代金さ、韓国支払ってないんですよ。で、さらに韓国自体はさ、外貨持ってないわけ。 で、外貨準備高がさ、ね、有価証券が90%で、その有価証券とか売るも、売ることできないじゃんさ。だから、外貨に変えらんないんですよ。だから常に、あのー、ね、えー、貿易で必要なさ、ドルがさ、供給できない。うん、あの、供給というか調達だな。調達できないわけ。っていう現状になってきてるわけじゃん。そう。じゃあ、これってさ、日本ってどういう影響を受けるんですかってこのまで考えないとダメなわけじゃん。これね、えっ、ー、と、まあ、 この中国のさ、どこだろこっちか。ね。<laughs> あのー、中国の共産、ね、中国共産党のさ、まあ、李克強っていうね、えー、首相が、あのーね、ね、えー、発表したところによると、発表とかね、まあ、うん、あんまり言いたくなかったんだろうけど、言ったんだよね、えー。中国のさ、平均月収って三千0元。で、ね、そのうち六億人は、千0元に過ぎないっていうことですよ。千0元っていくら ね、えー、例えば、ああ、まあ、今、元はさ、もう少し安くなっちゃってるけども、要するにさ、一、えー、1元ね、例えば15円とすると、ね、月収2000元が3万円だから、1000元ってことはさ、ね、要するに、一、えー、1万5000円とか、1万2500円とか、そんな話じゃん。月収だよ。ね。で、これがさ、6億人が、まあ、国民の半分くらいが、半分っていうか、就労人口の半分くらいか、は、 ああね、千円に過ぎないって言ってるわけ。で、えー、月収ね、五千円まあ七万五千以上の人口って七千二百万人しかいないっていうこと。で、えー、そうするとさ、その、もう中国の、要するに、えー、輸出入貿易に勤める人っていうのは、二億人いてね。で、この二億人がさ、今、あのー、この経済制裁によって、ひどい目に遭っちゃってるわけじゃん。これ、失業がドアー出るわけですよ。二億人だよ <laughs> 日本の人口のさ、えー、以上の人たちが失業しになるわけじゃん。じゃあどうすんのっていうことなんですよ。どうすんのっていうところを考えなきゃいけない。ね。まあ、さっきも言った通り、中国、その、韓国、これ失業の嵐になるわけじゃん。ね。で、そうしたらどうすんですか日本にどってやってくると思うよ、俺は。で <laughs>、ね、だからこれね、今ね、コロナだからさ、なんかこうね、 こう、敷居を高くしてるけど、これ敷居どんどん下げていくじゃん。どうなんですか過去においてもね、日本の外国人っていうのは、ね、中国と韓国なんですよ。で、そういう人たちが日本にどんどんね、えー、来ていて、で、この人たちが、その、さらに母国の経済が悪化したとなれば、どうなりますかこの人たちは、ね、例えば、欧米諸国に行きますかってことなんですよ。多分行かない。 そうすると、おね日本にとってやってくるわけ。で、日本はどういうことになってくるかっていうと、お要するに、ね、これ中国の人たち、ね、今すごいですよ。あのー、数学の知識とか、韓国もそうだよね。あのー、もう、エリート教育をさ、受けてる人たちっていっぱいいるわけ。とか、日本はどうなってたのおね日本さ、<laughs> まあ、バカなような教育。 ね、要するに、えー、さもう東大ってさもう世界レベルで行くと、うんと低くなっちゃったわけだよな。要するに、えー、それくらい、こう、教育レベル下がっちゃってきてるわけ。で、そこを持ってきてさ、ね、その、うん、働き方改革でしょで、働かさない改革だよな。で、えー、さらに、副業ってことは何かっていうと、ね、要するに、えー、専業を求めないってことじゃん。専業を求めないってことはどういうことなの 今度、仕事に対する知識も、うんと低くなってくるってことなんですよ。だから、あ当然だけど、ね、バーカーなやつみたいなのが、どん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 作られちゃったわけ。大量生産されてるよね。かなりこっちはさ、ね、えー、もう、おまあ、日本のね、昭和の時代のようにさ、ざーっともう、ね、あのー、まあ、うーんなんていうか、そういっちゃなんだけど、ね、後進国って言っちゃなんだけどさ、 ね、その新興国って今言うのかなで、その新興国の中でさで、競い合ってきた人たちが大量にいるわけだよ。<laughs> そこと戦わなきゃいけないっていう。日本国民の若い人たち、ね、これで、ね、あのー、よほど、ね、頑張っていかないと、ね、要するに将来の生活がなくなりますよってことなんだよ。ね、だから今回ね、例えば、日本は日本の国の中で戦ってればよかったんだけど、今違うんですよ。もうグローバリズムになった。 で、それが今度、トランプのおかげで、えぇ、ーえー、セクショナリズムな、ないし、ナショナリズムになっちゃったね。で、そのナショナリズムになっちゃった世界の中で、で勝ち残るってどういうことなんですかってことですよ。これ、競争の世界になるわけ。だから、うん、ある意味では、ね、競争力を失った国っていうのは、どん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 、その、ね、えー、落ちていって、で、さらに、えー、ね、その、競争力の高い会社が、 どんどん生き残るってことになるわけよ。だからそういう中で、ね、やっぱり、まあ、ちょっとね、この、うん、ね、あの、YouTube 見てる人の中で若い人たちね、騙されちゃダメだよ、本当に。うんい、いつも言うようだけど、ね、騙されない生き方しなきゃダメ。うん、あのー、そうすると、ね、じゃあどういうことがいいんですかってことなんですよ。例えばさ、今、あうん、今、うちのね、会社って c f ネッツって会社ですよ。調べてください。ね。 不動産の仕事してるんだけど、ホームページ何やってるか分かんないような会社じゃん。<laughs> それ不動産コンサルタント会社ってこと。ね、で、ね、あの、まあ、コメントにも書いてありましたけども、ね、あの、えー、ちょっと専門用語でね、たまにローンコンサントっていうことを言ったところを、まあ、調べてね、あ、なるほどな、というようなことをね、一般の人が分かるようになってきてるわけだよね。で、今、投資指標とかそういうものについて、 で、僕たちはね、もうどん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 明らかにしちゃってるわけ。で、だから逆に言うと、不動産業界も、これはもう二極化ですよ。ただ、物を売る不動産屋さん、ね、えー、物を建てて売る、ね、デベロッパーの人、ね、えー、そういうものっていうものが、ね、これからは、ね、要するに、提案がなければ売れない時代になるわけじゃん。だから今までみたいになんかさ、こうね <laughs>、 <laughs> 家にチラシ巻いたり、新聞の折り込みやったりしてる、ね。会社あるけど、もう新聞取ってないしさ、みんな。ね。で、まあ、あのね、その、チラシ巻きってね、その、夜中に団地にさ、ね、印刷した紙バンバン巻いてる。でで、それでなんか、あのね、お客さん拾ってるのは会社。これね、長続きするわけないじゃん。なんでかっていうと、ね、そんなもんではもう人は動かないんだよ。っていうこと。だから、 ね、あの、不動産業も専門性がなければダメだってことじゃん。で、CF ネッってね、あの、えっと、ね、社員に弁護士とか税理士とか不動産鑑定士とかいっぱいいますよ <laughs>、ね。で、そういう中で、ね、要するに、えー、ね、そのいろんな仕事をさ、あの、全部、ね、えー、いろんな角度から捉えて報酬を決める会社なんじゃん。で、その報酬を決めたらあ、物件を買ってもらったりね、なんかしてる会社だよね。っていうような、 形じゃないと、もうこれから生き残れないですよ。だから、あ僕はね、あのー、今後ね、要するに、えー、仕事をする上で必要なことっていうこと。で、これは何かっていうと、やっぱり僕はね、専門性と思うんですよ。だから、専門性のない人たちは生き残れないっていこと。ね。で、それを意識しなきゃダメなんですよっていうところなんだ。だから、あね、今、意図的にさ、なんか、 うんねあの、教育制度もね、落とされちゃってるし、で、さらにさ、意図的にさ、教科書もね、えー、その、重要なところは書けてるし、あと、反日、ね、日本人のくせに、その、反日教育を受ける、ね、えー、ような教科書になってみたり、ね、で、嘘で固められた歴史観みたいなものも、ね、その、教科書に盛り込まれてるし、で、それをさ、真に受けちゃダメだよってことだよ。 ね、だからー自分で自分のその人生設計を判断できる人間にならないとダメだっていうことだ。だからあーね、今、あのー、ねあ、今じゃない、今後ね、多分今年の末くらいがね、あのー、いろんな形がいろ,んな形いろんな形でいろんなことが出てくると思うわけ。で、えー、それをね、悲観しちゃダメなんだよ。ね、要するに、これもね、人生の中で2つ通りなんだけど、悲観するやつとね、 あの、要するに、えー、楽観的に、ね、その、挑戦する人の二通りなんだよ。だから、そういう面では、ね、あの、いろんな事象がこれが起きてくるけど、悲観的にならないでね、積極的にもう前向きに進むことですよ。うん。で、いうことをさ、あね、あの、僕は、あ皆さんに、ね、お伝えしたいわけ。ね。だから今後、ね、あの、見ててください。あの、これ、コロナの問題がある程度解決してくると、 あの、日本にね、外国人がどんどん来るようになるよね。で、来年、まあ、オリンピック、どういう形になるかわかんないけども、要するに、開催する方向で今、調整してるから、そうすると、オリンピック開催されるよね。そうすると、海外の人たちが日本に、ね、まあ、ドッとやってくるわけじゃん。そうすると、多分、このコロナ全体で考えたときにあ、あの、その国の安全性っていうところは、注目されると思うわけ。ね、 でそうすると今の日本っていうのはね例えば、えー、ねその交番とかさいう制度があって、えー、治安がいいし、ね、で税金もそんなに高くないしね海外と比べたらそんな高くないしで、えー、さらにね、えー、仕事がしやすいあの環境にあるわけってなってきた時に僕はねあの経済圏ってものがあのネットを通じてねあの 移動されるるんじゃなないかなと思ってるわけでそういう時に、やっぱり僕はね、あのー、この勝ち残る人たちっていうのは、どういう人かっていうと、やっぱり、えー、それなりの専門性を持った、実際に、ね、できる人ですよ。できる人。ね、えー、何かに基づいてできる人。これが、あのー、最終的なキーワードじゃないかなと思うわけ。だからぜひね、あのー、あ、特に若い人たちね、もう一つ言わせてもらいたいのは、ね、 ノートパソコン使えるようにしようよ <laughs>。今はもうさ、みんな、ね、あの、iPhone とか iPad とかね、あれなんだけど、ね、実務的にさ、ね、ノートパソコン使える人って日本の3分の1くらいらしいじゃん。ね、で、ね、このおじさんだって使えるんだからさ、みんな使えるようになんなけどダメだよな。そうしないと、要するにさ、言葉が喋れないと一緒になっちゃうから。ね、だからぜひさ、あのー、ね、えー、せめてその、パソコンの使えるさ、スキルはつけておいた書いと思うよ。 ええと思います。まあ、これでね、あのー、近隣諸国のね、その、いわゆる動きを見てると、これ相当厳しいよ。<laughs> 中国と韓国相当厳しいと思うんだよ。<laughs> そうすると、日本の日じゃないわけじゃん。だから、あ僕はね、あのー、この、 コロナが終わって、ね、また少しずつね、戻ってくるとすると、この国の人たちが日本にどっと押し寄せてくると思うよ。え、その時のことを考えて、いろんな手を打つ。ね。我々不動産投資なんかもね、あの、かなりの数やってるけども、やっぱり首都圏だよなってことになっちゃうわけ。首都圏 <laughs>、見てください <laughs>。あの、コロナ、このコロナのね、状況でも、そのね、出てくる人と入ってくる人の、 比率はやっぱり増加期にあるんですよっていうことね。だからまあ、ある意味では、これから首都圏の、その、うん、に対する、まあ、いろんな投資行動も起きるだろうし、ええ、ね、その、うん、会社の買収なんかも起きてくるだろうし、まあ、いろんな形でね、世の中変わってくると思うんで、ええ、ぜひね、そういうのをね、見ておいた方がいいんじゃないかなと思います。ええー、ね、テレビとかラジオでさ、ね、あの、言わないじゃん、こういうこと。うん、だけど、 要するにさ、ネットでいろいろね、調べてきて、で、裏付けはさ、取れるんだよ、ちゃんと。だからそういう面では、僕はね、あのー、うん、なんとかな、うんこの、うん今、世界で起きてるマクロ的なことをもとに、ミクロに落とし込んで考えるっていうね、ことを、お今から癖づけることは重要じゃないかなともね、えー、ぜひね、私たちはそういうのをね、意識してやった方がいいんじゃないかなと思います。ということで、うん、えー あの、ここのとこちょっとね、結構忙しくなってきてさ、この動画のね、あのー、更新もなかなかできないんだけど、まあ、うん、時々ね、時々じゃないな。まあ、それ、そうしたってね、週に、まあ、3回か4回やってるからさ、まあ、ぜひね、えー、この動画もですね、引き続きチャンネル登録していただいて、えー、ぜひね、引き続き見ていただきたいと思います。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。この動画はいかがでしたでしょうか 今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。